皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは逆境に負けない力は見切り発車、新しいことにチャレンジする教室はいつだって進化するということについてお話をしたいと思います。ちょうどこのビデオを撮っている時はですね、コロナウイルスっていうのが今すごく感染力が強くてあちこちに流行っていて、で、なるべくこう仕事の方もですね自宅待機ということで、教室業の先生におかれても、対面で教えられた方は、おそらくオンラインとか、そういったものに切り替えないとダメなような時期にこちらの動画を撮っています。ですので、もちろん終焉はその先に迎える予定ではあるんですけれども、こういった逆境とか、有事に備えるとかいう言葉もありますけれども、何かこう自分の中で、自分の力でどうしようもなく、世間とか時代の流れにおいて何かが起こった時、そういう時、逆境っていう状態になると思うんですけれども、逆境の中から活路を見出す時に、必要な力っていうのが、見切り発車の力ですね。これをちょっと今日は解説をしていきたいなというふうに思っております。よくですね、私、6割でいいとかって新しい企画はよく言うんですけど、6割でもう走り始めて、あと4割は走りながら修正をして、やっていけばいいっていう、そういう話をよくするんですが、今日の話はさらにもっと早い見切り発車ですね。見切り発車ってことはもう本当にある程度もう1割とか2割レベルでもう走り始めて、あとのこうどんどん作りながら動いていくみたいな、スピード感がある雰囲気が見切り発車なんですけどね。私自身ももちろんそれは感じている部分とか、あと特に時代の背景とかその時の雰囲気ですね、雰囲気がやはりかなりこうスピードを必要とするような世間の事情がある時には見切り発車的な動きがどうしても必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。余談ですけど、堀江さん、堀江門のね、多動力とかの途中にもこう見切り発車は成功のもとっていうのが書いてあるんですけれども、準備にかける時間は無駄である、見切り発車でいい、すぐに始めてしまって走りながら考えようっていう、このポイントがですね、私の心情と非常にこうリンクする共感できる内容だったんで、それでご紹介しようかなっていうふうには思ったんですけどね。だから今ちょうどオンラインっていうのがねもてはやされて、この間何かニュースかな、Google の方もね、今 Zoom っていうアメリカのシステムが非常にこうオンライン、私もよく使ってますけど、オンラインの会議とかミーティングとかセミナーをやるのに非常にあちこちで対応されているものがあるんですけど、そこも夏頃には Google も参戦してくるっていうことで、使う側としてはね、安くていい性能のものが使えると嬉しいっていうのはあるので、そうなってくるとまた、ちょっと模様が変わってくるかもしれませんけれども、そういったオンラインとかね、今まで教室業の中でオンラインっていうのは、私はまだ Zoom もない頃で流行ってない、アメリカから来てるものなんて流行ってない頃にスカイプでパンを教えるっていうのはできないんだろうかっていうことで、電脳パン教室ということで実際にモニターさんやってみたこともあったんですけどもね、通信環境が悪いと生徒さんが消えてしまってですね、パンがどんどん発酵してっちゃってっていうところで、これちょっとやっぱり実用化は難しいな、デモンストレーションだったらできるけどって思って一旦終わったことがあるのが、オンラインの部分ですね。でそれを現状で、もう要は感染系なので人と会えない状態で、でも教室を存続させて教えていくっていうことになると、その Zoom であったりとかオンラインミーティング、オンライン会議、あとはあらかじめ撮っておいて知識とコンテンツを売っていく動画ですね、この動画コンテンツ、この2つを上手に回せるかどうかっていうのは結構大きな鍵になってくるかなというふうに思っているんですよね。でその時にですね、私のクライアントさんはもともと普段から結構スピード感を私が求めたりとか、新しいことをワクワクしながらチャレンジしようみたいな、そういう思想をもともと
お伝えしているので、こうあんまりその早く動いて、完璧じゃなくてもいいから走り出そうっていう思想は、そうですねっていう人が多いんですけれども、まあ、久しぶりにですね、こういう事態で、まあ、じゃあ、ズームをね、どう使うかっていうのを教えてみましょうみたいな話を募集かけて、無料なので人は来るんですけれども、やはりですね、こう懐疑的というか、懐疑っていうのは疑う方ですね、懐疑的な方とコメントとかもやはりあって、自分はね、対面でやっているので、なんかデモンストレーション型の教室でもないのに、オンラインって有効なんでしょうかみたいなね まあそういうご意見とかいただくようなこともあるんですけど、もう何て言うんですかね、世の中がそういう方向に動いているっていうことは、そのトレンドをどこまで自分の事業に取り入れられるかられないかっていうことを考えるのが経営者の仕事になるわけなので、どうなんでしょうかっていうよりは、チャレンジで他の人がやってないのであれば、むしろ早く覚えてやっていくっていうことを、どうやったらできるだろうか、どうやったら自分の教室に取り入れられるだろうかっていう、その視点で考えていく方が基本やっぱりうまくいきますよね。うちには合わないんじゃないかとか、もうそういうのを見てる場合じゃなくてですね、やってみて反応を見てみて、どうできそうかっていうのをどんどん試して潰していくっていう、まあ、それが結構必要かなっていうふうに思っているので、よくね、なんていうんですかね、何か新しいことがあった時に、一部のね、アーリーアダプターだったかな、確か早めにそれをこう取り入れてやっていく、もちろん成功するとすごい大きなリターンはあるし、失敗というか、まあ、うまくいかない場合とか、あと苦労することが多いですね、前例がないから。だけれども、その分こう血肉になって、非常にこう良いものを作っていくっていうことができるので、まあ、第一人者とかになったりするようなね、ケースとかもありますから、早くどれぐらい勇気を持って取り掛かれるかっていうところですかね。それもできればワクワクして取り組んだ方が楽でいいですね。どの道ない道を行くわけですから、人によっては困難っていうふうに思う人もいるし、ないからどんなことが起こるか分かんないからワクワクするとかね。私はそちらの方なんですけど、どちらかっていうと。やったことがないことをね、チャレンジしていくっていうのは、他の人が当然やってないわけなので、まあ、苦労することもあるかもしれませんけれども、それも含めて楽しいみたいな、まあ、そういう感覚でやっていくといいなというふうに思うので、まずマインドの部分はですね、もう見切り発車でいいっていうことですね、まずは。で、新しいことにチャレンジするっていうことは、教室が進化し続けるので、まあ、生徒さんにとっても新陳代謝、刺激的で、教室の先生がそうチャレンジする姿で、そもそも励まされる可能性もありますよね。あとはそういったこう新しい情報を常に入れている先生、やっぱ若々しいので、この先生にやっぱ習いたいなっていう活力が、見ていてね、みなぎるような、まあ、そういう方とかも当然いらっしゃるので、結果として生徒さんのリピートが長く続くっていう方向に行くわけですよね、そういう教室だと。なので、まあ、今後おそらくオンラインも結構主流になっていくと思うので、ズームじゃなくてもいいんですけど、スカイプとかでも構わないんですが、そういったオンラインのツールですね、そういったものを使える自分になっておくっていうのが、やっぱこういう状態の時にはポイントですね。私は Zoom はもう5年くらい前かな、4年後に4、5年前ぐらいから使ってるんですけど、その当時はまだ珍しかった時代ですね。皆さんがこんなに使う以前前から面白いツールだなと思って、スカイプは使ってたんですけど、ちょっとプログラムが重たいっていうか、よくフリーズしちゃうことが多かったので、Zoom の方が軽い、システムが軽いので動かしやすいなっていうのがあって、それ以来割とね、便利に使ってはいるんですけれども、いろんな機能もねありますし、からその導入時とか黎明期ですね、その時期にいいなと思うものは、まあ、とりあえずチェックをしておくとかやっておくとかすると、後でこうみんなが追いついてきた時には先に行ってるので、まあそれによって一志八部ですね、
があったりするケースもあります。まあ、今回の状況においては、私の授業的には本来3月にやろうと思っていた対面の部分、セミナーもセッションもですけど、全て、ズームオンラインに振り替えたことによって、その確定的に入ってくるであろうっていう見込みの金額がいきなりなくなるっていうことはなかったんですけれども、それは普段から私のクライアントさんはそのオンライン、ズームって言われるオンラインで私と打ち合わせするないしはセミナーに参加するっていうことが慣れていたから、急にそれを決めたとしてもできている。だからどこかで何か、トラブルとか試練があったら、その時に逃げないで乗り越える。だから、それをどうすれば、じゃあ今度似たようなことがあった時できるかなって思うと、やっぱどうしても潰しておかなくちゃいけない案件ではあるんですよね。何か対面で会えないけれどもビジネスはできないんだろうかとか、それはそういった時に考えないと、きっと普段だと忙しくって考えられないので、予約がキャンセルになったりとか、生徒さんが来ないっていう、こういう時期に着々と事務作業を進めていくっていうのはやっぱりおすすめだなというふうに思いますね。で、その時に考えなくちゃいけないのが、そもそも今のビジネスモデルでいいのかっていうことも合わせて本当は考えてほしい。例えば、私の場合には、5個ぐらい同時に授業を持っていたことがあって、その業種業態が違うから、まあ、全てが一気にダメになるっていう、どこかは多分残るみたいな、まあ、そんな組み方をもともとしていて、ただその私の中で組み切れてなかったの、物販を持つ、物販の部門を持つっていうのがね、組み切れてなくて、地道な作業がね、そんなに得意じゃないので、サービスを売る方が私は得意なので、まあ、物販とかも輸出入両方持つといいって言われてますね。輸入系と輸出系、どっちかがダメになってもどっちかどうにかなるからっていうふうによく言われてるんですけど、あと OEM とかオリジナルブランドですね、まあ、そういったものを持っとくと強いみたいなのもあったりとか、あと不労所得と言われるようなね、まあ、今は不動産とかあまりよろしくないのかもしれないですけど、まあ、そういったものを持つとか、あとマッチングとか紹介業とか、そういったこう結びつけることで、発生するマッチング料とかね、手数料とか、まあ、いろんなモデルあるんですよね、お金を稼ぐっていう分においては。だから小売とかそういったものも厳しい時は厳しいっていう時にはサービスは売れないだろうかとか、知識技能をコンテンツっていうものにして売れないかとか、教室の先生だと対面で教えているのは、確かにズームとかそういったものになると手先を動かしてとか手元を見ても多分作れないものはあるかもしれないんですが、知識とかポイントとか、まあ、そういったものをレクチャーしていくっていうものは多分教えることであり得る。ただそれはもともとの信頼関係とかができてないと講座として成り立たないので、普段から対面で教えてる傍ら、そちらの方に興味がある人を育てられてるかどうかっていうのが、こういった何かトラブルが起こった時に急に振り替えができたり、違う形でも売り上げが立つっていうポイントになってきます。そして同時に、また何も持ってないっていう方は、そういったこうゼロになっちゃうとか、全くなくなっちゃって、この瞬間に次回同じことがあった時にどういうモデルを持ってれば自分は強くいられるんだろうかっていうのを考えるいい機会になるので、今回のような時にはそういった自分の授業を見直すっていう、まあ、そういったものをやっていただけるといいかなというふうに考えています。特にビジネスモデルを見直すっていうのはとても必要で、副業的に違うことを同時に持っとく、まあ、それも多動力の多分1個になると思うんですけどね、同時に、何万の仕事を同時に動かす究極の力とか書いてあります。そこまで皆さん何万も動かなくてもいいけど、3つぐらいはね、同時並行で何か動かすっていうことを考えてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、参考にしてみてください。それでは。